もうファンの方からすると付き合ってるんじゃないかみたいな。温かいとかじゃなくて愛がすごい。はい、どうもこんにちは、宇多田青木です。今日は何でしょう。今日はシーズン振り返り、はい、どんな感じだったかな。大雑把にまず言うと成長と変化があったシーズンだったなと思います。変化とかは環境的なところも。環境が一番かな。やっぱ B1 から B2 のチームに行ったのもそうだし、6年間在籍したチームから移籍したっていうのも環境の変化としては大きかったかなと思います。具体的に変化どんな。富山を出るってなった時にちょっとこう他のエージェントさんから僕海外のお話をいただいてて、はい、2カ国ぐらいで、ちょっとそれも年も去年だと31かな、もうギリギリっていうか何なら遅いぐらいなんですけど、でもこう海外赴任みたいなシンプルに興味もあって、はい、ちょっと子供と嫁と離れるのも寂しい気持ちもありつつ、でもどうせ行けるなら人生において海外で仕事する、まあ成長になるじゃないですか、自分の人間として。まあいいありだなと思ってちょっとその話を2つ進めてたんですけど、でそれが結局6月の終わりぐらいにもういきなりちょうど同時ぐらいに両方ともなくなってしまって、で慌てて日本で探して、もうほぼほぼロスターも埋まってる、予算もほぼない状態のところを奈良さんが拾ってくれたっていうのがまず奈良に行くきっかけで、あとは単純に GM と社長さん、監督、まあ、石橋ヘッドコーチなんですけど、3人からすごい長文の連絡と、とても長い長電話の連絡が来まして、まあ、来てほしいと言っていただいて、もうその熱意に負けた形で、まあ、行かせていただいたんです。正直 B1 から B2 だったので、まあ、大変ではあったんですけど、まあ、でも成長はすごくしましたね。やっぱ B1 の選手ってお金をすごい使っていい選手めっちゃ取ってくるんで、結構自分自身がおんぶに抱っこだったりする部分があるんですよ。実力以上のことを見せれちゃう。例えばアシストとかパスが、はい、あちょっとミスったなと思っても取ってくれちゃったりとか、そういった面で自分が助けられてた部分がすごく分かった。今年はかなりもらい手にいいパスを常に出し続けなきゃいけないっていう意識もあったし、まあ、より自分に引きつけてパスしなきゃいけない、ちょっとこう舐めたパスしたらターンオーバーになってしまうこともあったので、まあ、そういったところはかなり勉強にもなったし、自分の成長にはつながったかなと思ってて、環境変化させたことによって新しいことへのチャレンジがしやすくなって、去年ちょっとスリーポイント、まあ、大体何本ぐらいかな、まあ、ちょっと打ち始めまして、自分苦手だったんですけど、結構それを打つようになってから、まだ確率はそんな良くないなりにプレーの幅が少し広がった感じがして、まあ、とても良かったなと思います。練習とかも結構新しいことが入ってきたり。そうですね、まあ、あの前の在籍してたチームはちょっと体育館の関係で1日だいたい4時間ぐらいしか体育館で練習できなかったんですけど、まあ、今 B2 の奈良っていうチームは体育館持ってるんで、はいはい、24時間できる状態なんですよね、ずっと体育館。だから僕は結構朝9時ぐらいから夕方の4時ぐらいまでは、で5時から子供たちがバスケットしに来るので、でちょっと4時までやって体のケアとかして、まあ、帰る。でも単身赴任だったんで、もう一人で家でずっとなんだろう、バスケットの動画見たりとか、それこそもう仕事の話をしたりとかで、もうすごい充実してはいました。そんなに長く練習するんですか。トレーニングも含めてですね、体の使い方の動きの練習とかもしたし、まあ、あとはシューティングはやっぱスズッとしてて、練習をメインにして、でまた自主練して帰る、まあ、そんなんでしたね。なんか時間で言ったら高校生とか全然なかったです。でも高校生は3時間半まとまった時間バッて練習するんで、きつい3時間半を、はい、でも僕らってこう練習は1時間半ぐらいで自主練、あとはトレーニングとかまた別なんで、割とそれは全然大丈夫です。こういう関係とかは逆に変化。もともと奈良の3番の藤高っていう選手がいるんですけど、僕大学から付き合いがあって、李相博とか韓国の代表と試合とか、まあ、あとはリバーシアードかな、大学生の代表みたいなやつで、僕らロシア2人行ってるんで、2人あの一緒にそういった関係で仲は良かったんで、今年1年はずっと一緒にいましたね、彼と。僕の SNS 見てもらったら分かると思うんですけど、ほぼアウェーは一緒にいたし、ホームでも大体練習中とかも一緒にペアだし、ずっと一緒に何かしらやってました。だからなんかもうファンの方からすると付き合ってるんじゃないかみたいな、はい、もうできてると言われてましたね。奥さん離れてるし。いやいや、よくないよくない。
良くない良くない。でも本当にいいシーズン遅れたと思います。こういう関係もう若手ともすごくみんな和気あいあいとやれたし、すごく可愛らしい子たちが多くて、バスケットの質問とかポン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 してくれて、あこういう時こうした方がいいんじゃないかって、まあ、自分なりにね伝えて、まあ、全部がね僕のことが正しくないよとも伝えてはいるんですけど、まあ、俺なりはこう思うなっていうのは伝えてて、まあ、すごいこういう関係としては良かったなと思います。奈良の初めの行く前の印象と行ってから終わってみたいな、どうだろうな、まあ、土地は本当にあんまりもう小学校ぐらいに修学旅行かなんかで行ったぐらいしか記憶になかったけど、はい、まあ、すごいいいとこではあったんで、一発目にやっぱり大仏見に行って、はい、大仏プリン食べてみたいな、まあ、そういう感じのことしたけど、はい、すごいいいところではあった。やっぱり街が良かったって、それは街が良かったって感じ。なるほど、うん、バスケする環境とか、まあでもね、俺のこれは持論っていうか、東京だから誘惑が多い、田舎だからバスケに集中できるは、まあ、あんまり意味ないと思う。お、俺は別にバスケットに集中したかったらできると思うから、はいはいはい、まあ、その体育館が常にあれば基本的にバスケットは常にできるわけで、東京だから誘惑に負けるとかも、その人たちは多分田舎でバスケしようが、多分 1,2 時間でバスケやめて家帰ってゲームするなりなんなりするなり、うんうん、まあ、吉見の例えば飲み屋さんに行って飲むなりすると思うよ、はい、まあ、それはもう別にバスケットに限らず全体的に言えることだけど、土地でバスケットしやすい しにくいとかはなかったかな。ファンの方、ブースターの印象とか、うわもうね、温かいとかじゃなくて愛がすごい。それはずっとシーズン終わって思ったことが、あんま勝てなかったから、そういうチームをずっと応援して勝った時にすごく喜んでくれて、負けた時はすごく悔しがってくれて、すごい愛があるブースターだなっていうのはすごく思いました。あれはないですか。まあね、厳しい、たまにこう厳しい声とかも上がってたけど、それも愛がゆえな感じも僕らには伝わってたし、まあ、あとコロナがこうだんだん落ち着いてきたちょうどシーズンで、最初声出しダメから声出し OK になりつつあって、もう最後全面的に OK になったんだけど、最後のねホームゲームが2000人ぐらい入ったのかな。その時のね応援がねすごくて、僕一応フィリピンのと日本代表で試合した時、多分 2,3 万人ぐらいの試合会場でやったりとか、例えばじゃあ前の所属した時は 5,000 オーバーぐらいの観客動員数の会場で試合したりもしてたんだけど、その時は 2,000 人なんだよ。人数的にはもう負けてるじゃん、どう考えても。けどなんかすごく愛を感じて、もちろんこっちは、まあ、フィリピンは分かんないけど、前の所属チーム もちろんすごいんだけど、それと匹敵するぐらい一人一人の思いも強くて、とても愛のあるチームだなっていうのをすごく感じたかな。ブースターは2000人ってでも結構多いっすね。いやでもね、今ね結構もう B1 とかだと 4,5,000 入ったりするチームあるから、そう増えてきてはいるんですけど、うん、B2 だと多いのかな、もしかしたら最後よく入ったんじゃないかなって思います。今シーズン締めくくるのと来シーズンの意気込みみたいな、うん、今年は例年よりバスケットに集中できたシーズンだったと思う、これは引き続き続けていきたいんですけど、まあでも この1年を分岐点として、またさらなる飛躍の年になれるように頑張っていきたいのと、ここで1年で学んだことは、1年っていう期間だったんですけど、すごく多いものを学んだ期間ではあったので、それを生かして今後頑張っていきたいなと思っています。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。